ラウル・ジョゼ・トリンダー・デ・メーレレスは、ポルトガル・ポルト出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダーで、中盤ならどこでもこなせる。ポルトガルの CD ・アベス、ボア・ビスタ FC を経て2004年に FC ・ポルトに移籍。ポルト加入後は、チャンピオンズリーグ優勝メンバーである、マニシェやコスチーニャの抜けた穴を埋める活躍を見せた。2010年8月28日、4年契約で、 リバプール FC に移籍した。移籍金は1400万ユーロ。ロイ・ホジソン監督の下では適応に苦しんだものの、シーズン中盤からは本来の働きを取り戻し、1月から2月にかけて中盤ながら5得点を挙げた。ホジソンが解任されて、ケニー・ダルグリッシュ新監督就任後はチーム副長のキープレイヤーとなった。また、そのような活躍から、 ファンの選ぶシーズン MVP にも選出された。2011年8月31日に、同胞のアンドレビラス・ボアス率いるチェルシー FC へ4年契約での完全移籍が発表された。チェルシーではセンターハーフを主戦場とし、FA カップ制覇と初めての欧州制覇にも貢献した。2012年9月3日、トルコのフェネルバフチェ SK へ4年契約で移籍。 すぐさま中心選手の一人となり、公式戦18試合に出場し2得点を挙げていた。しかし、12月17日のガラタサライ戦で、後半37分にこの試合2枚目のイエローカードを受け退場処分を受けた。その際、審判をイ呼ばわりし、唾を吐いた失態が重罰と、トルコサッカー連盟が判断し、11試合の出場停止処分が課された。 2016年7月、契約満了により退団。UEFA ユーロ2008の代表にも選出され、グループリーグ初戦のトルコ戦では、代表初ゴールを決めた。南アフリカ W 杯のメンバーにも選ばれ、2010年6月1日の新善試合、カメルーン戦では、自身初の2得点を記録。本大会グループリーグ第2戦の北朝鮮戦では、 先制点を挙げ、7から0で圧勝した。ありがとうございます。